ジョン・ビュフォード、ジョン・ビュフォード・ジュニア、ジョン・ビュフォード、ジュニア、1826年3月4日から1863年12月26日は、南北戦争の時の北軍騎兵将軍であり、ゲティスバーグの戦いの開始時点での役割で著名となった。ビュフォードは、ケンタッキー州、ウッドフォード郡で生まれたが、8歳の時から、イリノイ州、ロックアイランドで育てられた。父は、イリノイ州で著名な民主党の政治家であり、エイブラハム・リンカーンとは政敵だった。ビュフォード家は、歴史ある、軍人一家だった。祖父のエイブラハム・ビュフォード大佐、ワックス法の虐殺での大陸軍指揮官と、王子は、アメリカ独立以下で、バージニア連隊に従軍した。異母兄弟のナポレオン・ボナパルト・ビュフォードは、北軍の少将になった。いとこのエイブラハム・ビュフォードは、南軍の騎兵准将になった。ビュフォードは、イリノイ州ゲールズバーグのノックス大学で1年間、学んだ後に、ウェストポイントの陸軍士官学校入学を認められた。1848年、卒業。ビュフォードが在学中の上級生には、フィッツジョン・ポーター、1845年卒、ジョージ・マクレラン、ストーンウォール・ジャクソン、ジョージ・ピケット、ジョージ・ストーンマン、以上1846年卒、アンブローズ・バーンサイド、1847年卒がいた。ストーンマンとバーンサイドはビュフォードの上官であり、友人にもなった。1847年卒には他に、A.P. ヒルとヘンリー・ヒースがおり、1863年7月1日に、ゲティスバーグで退治することになった。ビュフォードは同期38人中16番目の成績で士官学校を卒業し、第1アメリカ竜騎兵隊の名誉少尉に任官され、翌年には第2アメリカ竜騎兵隊に転籍となった。テキサス州やアメリカ合衆国南西部で勤務して、水族インディアンと戦い、血を流すカンザスでは治安維持活動に関わり、1858年のユタ戦争にも参加した。1859年から1861年は、ユタ準州のクリッテンデントリデに駐屯していた。ビュフォードは、三平戦を新しい戦闘体系にすることを強く提案していた、ジョン・ワッツ・ド・ペイスター将軍の作品について学んだ。1860年の1年間、ビュフォードとその仲間の軍人たちは、アメリカ合衆国からの脱退と内乱の可能性についての会話で明け暮れ、ポニーエクスプレス、郵便事業者が1861年4月にサムター砦が砲を受けたという知らせを運んできたとき、その可能性が現実になった。ビュフォードはウェストポイント出身者の多くがそうであったように北か南かの選択をしなければならなかった。ビュフォードはその出身から考えれば南軍に加わる理由が豊富にあった。ビュフォードはケンタッキー州の生まれであり、奴隷を所有する父の息子であり、妻の親戚たちは南部側で戦うであろうし、自分の親戚たちの多くも南部側で戦うものと考えられた。一方、教育は北部で受けてアメリカ陸軍で熟練度を高めてきていた。軍人として最も影響を受けた手本であるハーニー大佐とクック大佐の二人は北部とアメリカ陸軍に泊まることを選んだ南部人だった。ビュフォードはその職業を愛し、辺境で過ごした時間が他の南部人の家庭に引きつける多くの糸を断ち切ることになった。ノースカロライナ州の出身であるジョン・ギボンも同じディレンマに直面し、戦後の回想期でジョン・ビュフォードが北軍側に着くことにした夜のことを次のように回想した。1861年11月、ビュフォードは少佐の階級で監察長官補に指名され、ワシントン DC 防衛任務に数ヶ月ついた後の1862年7月、志願兵の准将に昇進した。この年、ジョン・ポープ少将の下で、バージニア軍第2軍団の騎兵旅団長が最初の地位となり、第2次ブルランの戦いで功績を残した。ビュフォードは自ら戦闘後半の突撃を率いたが、流れ弾で膝を負傷した。この傷は痛みを伴ったが重傷というほどでもなかったのに、北部の新聞のいくつかで彼が戦死したと書かれた。ビュフォードは現役に復帰し、ジョージ・マクレラン少将とアンブローズ・バーンサイド少将のポトマック軍で騎兵隊長を務めた。なお、この任務は参謀的なものでしかなかったので、野戦の指揮を求めた。マクレランのメリーランド方面作戦では、サウスサンの戦いとアンティータムの戦いに参戦し、ジョージ・ストーンマン准将とマクレランの参謀職を交代した。しかし、1863年にジョセフ・フッカー少将の下につくと、ビュフォードはポトマック軍騎兵軍団第一師団で正規軍騎兵予備役旅団任された。チャンセラーズビルの戦いの後、アルフレッド・プレソントン少将が騎兵軍団長となったが、フッカーは後にビュフォードを選んでおけばよかったと言った。ビュフォードは事実上すべてが騎兵だけの戦闘となったブランディステーションの戦いでその新しい師団を指揮し、さらにアッパービルの戦いを戦った。ゲティスバーグ方面作戦の時、第一師団長に昇格していたビュフォードは、ゲティスバーグに戦場を選ぶことに関わったものとされている。6月30日、ビュフォードの部隊は、ゲティスバーグの小さな町に切り入れた。その後間もなく、前面に南軍の優勢な部隊がいることを認識し、南軍の前進を阻むために防御的陣形を取らせた。ビュフォードは、ゲティスバーグの周りの戦術的に重要な高地を守ることの重要さを痛切に感じ取ったのでそのようにしたが、これが、アメリカの軍事史の中でも最も象徴的な戦闘の始まりだった。その知的な防御陣の配置に、馬を降りた騎兵たちの勇敢さと頑張りが組み合わされて、ジョン・カイ・レイノルズ少将の第一軍団が支援に駆けつけて、北軍の戦略的に重要な陣地の足がかりを守るだけ時間を与えた。北軍は、この高度に重要な戦闘に勝利した。後に、ビュフォード隊は、プレソントン2からエミッツバーグまで補給と再装備のために派遣されたが、これは北軍の左側面を開けてしまう軽率な判断だった。7月1日のビュフォードの指導力と戦術的洞察力の重要さは、その勝利への貢献度において誇張しても過ぎることはなかった。南軍がゲティスバーグから撤退するとき、ビュフォードはバージニア州ウォーレントンまで追撃し、後にバージニア州中央部で多くの作戦に関わり、特に1863年のブリストー方面作戦では、ジョージ・ミード少将の退却する動きを遮蔽する価値ある働きをした。12月半ばまでに、ビュフォードはおそらくは、チョーチフスにかかったことから、余命いくばくもないことが明らかとなり、親友ジョージ・ストーンマンのワシントンの家で静養をした。ストーンマンは、ビュフォードを少将に昇進させる運動を始め、エイブラハム・リンカーン大統領が同意し、次のように記した。昇進を告げられたビュフォードは、疑わしげに、彼はそうするつもりなのか、と尋ねた。昇進が間違いないことが確認されると単に、もう遅すぎる。私は、生きながらえることができればと思うと答えた。ビュフォードの最後の数時間、その副官マイルズ、キホーと重木エドワードが付き添っていた。また、A.J. アレクサンダー大佐やストーンマン将軍もいた。妻のパティは、イリノイ州、ロックアイランドから移動中だったが間に合わなかった。臨終近く、意識が混濁し重木を叱り始めたが、続いて、一瞬意識が戻り、重木を呼んで、エドワード、私がお前を叱っているのが聞こえる。私は何をしているかわからなかった。お前は忠実な重木だったよ、エドワードと謝った。ジョン・ビュフォードは1863年12月15日午後2時に、マイルズ騎砲の腕の中で死んだ。その最後の言葉は、道のすべてに衛兵をつけろ。兵士を後方に走らすなだった。12月20日、ワシントン DC の H 通りとニューヨークアベニューの角に、ある教会で葬儀が営まれた。リンカーン大統領も参列した。ビュフォードの妻のパティは病気のために参列できなかった。棺を担いだ者には、サイラス・ケイシー、サミュエル・P・ハインツェルマン、ダニエル・シックルズ、ジョン・マカリスター・スコフィールド、ウィンフィールド、スコット・ハンコック、アブナー・ダブルデイ及びガバヌーア・ウォーレンの各将軍がいた。ストーンマン将軍が、隊列護衛を指揮したが、そこにはゲティスバーグでビュフォードが切った白馬、グレイイーグルもいた。葬儀の後、ビュフォードの参謀機砲隊尉とワズワース隊尉がビュフォードの遺骸をウェストポイントまで運び、ゲティスバーグでのやはり英雄であるアロンゾ・クッシング中尉の横に埋葬した。クッシングはビュフォードが選んだ高地、セメタリーリッジを守っている時に戦死した。1865年、大きな25フィートのオベリスク式記念碑が元ビュフォード師団の兵士たちの基金での墓の上に建てられた。参謀士官たちが部下に抱かれた尊敬の念を表明する決意文を出版した。1866年、現在のノースダコタ州、ミズーリ川とイエローストーン川の合流点に建設された砦が、ビュフォード将軍にちなんでビュフォード砦と名付けられた。ワイオミング州ビュフォードの町も将軍の栄誉を称えて名付けられた。1895年、芸術家ジェームズ・E・ケリーが制作したビュフォードの聖銅像がゲティスバーグの古戦場で除幕された。マイケル・シャーラの小説ザ・キラー・エンジェルスに基づく1993年の映画ゲティスバーグではサム・エリオットがビュフォードを演じた。ニュート・ギングリッチとウィリアム・フォースチェンが書いたもう一つの歴史小説、ゲティスバーグにもビュフォードが登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。